復讐者、ゴルゴーンだ。うまく使うがいい。私も貴様をうまく使う。どちらが先に末路を晒すか、見物だな。この体は魔力消費が激しい、燃費が悪いというやつだ。鈍感な契約者だな。腹が減ったと言っているのだ。貴様が私を呼んだ以上、マスターであることは否定しないさ。今ではよく私を呼んだと感謝しているほどだぞ。私は貴様に仕えているとも。命令はそれなりに聞いてやっているだろう。貴様は大切な依り代だ。多少術者としては物足りぬがな。貴様、実は天性のサディストか。姉上たちを私に近づけさせるなど。己、私は逃げる。覚えていろ、マスター。メドゥーサ、懐かしい名前だ。うん、この私より少し、ほんの少しだが軽やかそうだな。食事量、少し減らすか。翼ある蛇とはあやつか。復讐者の素質すら持つというのに、なぜあそこまで陽気なのだ。一周回ってそこが知れぬな。あれはキングではないのか。そうか。まあいい。この私が体験したことでもないのだ。つかの間の夢のことなぞ忘れたわ。我が好物は何かだと？人間どもの苦しみだ。それ以外に何かあると思ったのか？バカめ。嫌いなものか。鏡だな。生贄の血を楽しむには良い道具だ。並々と継がれた命ほど胸がときめくものはない。獲物が集まってきたようだな。何をしている。蹴散らしに行くぞ、マスター。戦力として私を呼んだのだろう。ではそのように扱うがいい。わざわざ私に近寄る必要はなかろう。言わねばわからぬか。不愉快だ。私に近づくな。私の髪に理性はない。気まぐれに貴様を飲み込んでも知らんぞ。遠い昔、私たちは美しい島に住んでいた。だが二人の姉は枯渇による死を迎え、私はその遺体を弔った。この髪に取り込んだのだ。そこからの記憶はない。あるのはただ、物見遊山にやってきた勇者どもをすりつぶした、嗚咽の味わいだけだ。幾度の不平不満も、貴様には効果がなかったか。いいだろう。好きにしろ。死骸にたかる虫のようなものだ。目障りだが、我慢できぬものでもない。よもや、ここまで長い契約になるとは、己の過ちに気づき、すぐに放り出すと鷹をくくっていればこの始末だ。愚か者は貴様だけではなかったらしい。貴様の末路は変わらぬが、せめて、優しく殺してやるとしよう。私の素顔を見たな。そう怖がるな。石になどせん。貴様は私の大切なマスターだ。最後までたっぷりと丁寧に扱ってやろう。うん、苦労をかけるな、マスター。意外か、
私も意外だ。貴様とは何か、預かり知らぬところで因縁があったのかもしれないな。しかし、困る。今さらこんな形になってどうしろというのか。見るがいい。これが貴様の欲望の果て。浅はかな召喚の末路だ。さあ、何から食ろうてやろうか。まずはやはり、自ら破滅の箱を開いた、愚かな契約者からであろうな。皆殺しだ。それ以外に何がある？獲物か。そういえば腹が減ったな。どう料理したものか。もっと、もっと。どれ？どこから食おうか。目障りよな。千魔眼、解放。逃がさぬ。苦しむがいい。ふん。私の前に立つな。貴様らの呪いを返してやろう。溶け落ちるがいい。ケテス。チッ。己、許さぬぞ。この恨み、痛み、次に会う時が楽しみだ。生贄ではない。単なる獲物だ。くだらぬ。せいぜい我が神殿の壁止まりよ。珍しい供物だ。このような成長もあるのか。